皆さんこんばんは、豊田萌です。皆さんこんばんは、伊藤美久です。私たちピクシスです。あ、巣が消えました。もうお腹すいたんだ。まあ、2本目ですからお腹もすく時間ではありますけどね。途中で電池消えちゃったのね。何食べたい？あ、もう返答もしてくれなくなった。終わりだ、この番組は終わりです。それではここまでの終わりではダメっぽいんで、ちょっと、あ、起きた起きた、よかった、予備バッテリーです。じゃあ備えられば憂いなし。じゃあ早く早く、はもうすっと予備なんで、もう切れちゃう前に、ね、はい、やっちゃいましょう。はい、いろんな番組です。はい、ピクシスのキラキラ大作戦、番組新グッズ。そうだ、はいはい、T シャツとアクリルスタンドキーホルダーの受注受付はいよいよ4月30日までとなりました。あと2日後、ギリギリよ、もうすでに。これね、セカショフェス3回優勝を称えるロゴはもうアニバーサリー感満載ですし、 T シャツですね、こちら T シャツですね、そして、アクリルのねキーホルダーもね、萌さんが持っていますけれども、これね、二人ともね、ちょうどいいよ、ハートが作れるイチャイチャ大作戦のね、いつも合わない、これ永遠にハート合わない、合うっていうね、かわいそうだよ、そっぽ向いちゃってる、永遠にハートが合わないよ、なんで。変えてみて場所お、ミクを隠さないでよ。ミクの指先しか見えてない、手しか、腕しか見えてないのよ、こんな、もう手が4本、3本状態ですよ。いいですね、これ。こうやって遊べますよ。そうですね。うん、いろんな遊び方できる。いろんなって、かぶってる、かぶってる。ずっとかぶってるから、ね。はい、チーズ。ほら、ペコパだから、これ。いや、萌えさんが映ってるなら、それでいい。懐かしい、あの名シーンも再現。あの名シーンも再現。はい、こうね、遊べるんで、ぜひぜひ、お買い逃しのないよう。予約してもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いしま す。それでは始めましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。今日はミクさんのエースシングルナンバー6の発売日です。ありがとうございます。ちょっと現物はまだないんですけど、はい、振り付け教えて。え、振り付け講座ですか。うん、ミュージックビデオでね、ちょっとダンスがね、かわいい、なんかこういう振り付け、こういうなっているんですけども、まあ、メイキングとかも入ってるんで、そこでもね、いっぱい踊ってると思うんで、見てもらえたらいいかなと思いますけれども、なんか特徴的なとこ教えてよ。やっぱこれじゃない、オペレーションで 3と3なんですね。あ、3と3、6だ、足して6だ。そう、遅っ遅っ遅っ、足して6だ、遅っ、もっとできるよ、早く計算。あ、3と3なんだ、なるほどね。3と3で、3と3でレーションナンバー6ですね。そういうことなのね、はい、これ3をやってたのね。そうです。はい、なるほどね。あ、親指の3です。親指の3、そうですね。あ、昔のチョキ、はい、そう、昔のチョキ、はい、グチョキパンみたいな感じで、はい、これで3ですね、うん、で、ナンバー6で、なにゃにゃにゃそうって、なるほどね。あー、3だったんだ。そうですね、おもろ。あとなんかこういうやつあるね。そうですね、ドゥ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 、甘いキタイの先で巡り合えますように、ちゃんちゃんちゃん。教える気ある？これが一番わかりやすくないですか？ちゃん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 、確かにちゃんちゃんちゃんってやって終わってた、うん、もう音に合わせれば絶対にできるんで、このちゃんちゃんちゃんは、このちゃんちゃんちゃんだけは撮りたいね。そうですね、あとサンタさんとこういうとことかね、結構いっぱいあるので、ぜひ見てもらえればと思います。じゃあカップリングの方もね、めちゃくちゃかっこいいんで。あ、カップリングまだ聞いてないの。そうなんですよ、カップリングちょっとまたね、竹内アンナさんに作詞作曲していただいて。どんなんどんなん。ちょっとね、今までにないチャレンジしてる。ジャンルで言うと、なんだろう、そのアンナさんに頼んだので、うん、アンナさんって結構こう
あの最先端の感じというか、うん、おしゃれな、うん、サウンドというか、そこのもうアンナさんワールド全開な楽曲になっていて、アンナさんはね、非国子女で英語ペラペラ、韻を踏むラップが特徴になっているということで、何でもできるね。めちゃくちゃ、ね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。え、ラップすんの？ラップしてます。伊藤さんがそんな衝撃受けなくてもよくない？まあこの番組で言ったら嘘だろうって思われたことないけど、まず言う、キラピクユーザーは嘘だろう。キラピクユーザーからしたら伊藤さんがそんなことできるわけないって、嘘だろってなってるけど、思ってると、歌なんか歌えるわけないって思ってると思いますけど、ぜひね、そういう、そう思ってる方は買ってみて、え、ラップ楽しそう、聞いてみていただけたらと。やっぱブームがすごいですね、ラップの。ちょっと頑張ったんで、ちょっと1位にいいですか？嫌です。そのカップリングの中からの1位でいいのよ。嫌、うん、です。嫌なの？カップリングオリジナルじゃないよ。嫌です。カップリングの歌詞の中からの1位を聞きたかったんだけど。嫌です。嫌な。買ってください。はい、ちょっとね、本当に聞いてみてもらったら分かるので。楽しみだな。はい、よろしくお願いします。いいな、いいな。じゃあ、メールもね、読んでいきましょうか。はい。キラキラネーム、とうけさんからいただきました。ありがとう。ミクモイシピクシースプシース。4月16日から5月13日までマクドナルドのハッピーセットでシルバニアのおもちゃがもらえるみたいですよ。なんだかピクシスがシルバニアの話をしだしてから、いろいろなところでシルバニアの話題を聞くようになったので、ピクシスは時代の最先端を行ってるみたいですね。次に来るのは何だと思いますか？こういうことあるのよね。もう一個シルバニア関係できてますね。ミック、モエさん、ピクシース。こちらキラキラネームサナリーさんですね。シルバニア好きな萌えさんならご存知かと思いますが、赤ちゃんトリオかっこハンバーガーセットなるものが発売されるそうですよ。ツイッターでたまたま発見したのですが、見出しに食べちゃいたいと書かれていて、萌えカーが頭をよぎりました。萌えさん、もしお迎えしても食べないであげてくださいね。メニュー表だやめてくださいやめてください、メニュー表だ。シルバニアの方見てね、メニュー表だとか言っちゃダメですからね。お腹すいた。お腹すいたじゃない、怖い。このお腹すいたにここに繋がってきてたんだ。そこの伏線だったんだ。すごいね。だからめちゃくちゃ最先端行ってんのよ。すべてシルバニア、ね、シルバニア見てるかもよ。キラピクスってかさ、結構そういう奇跡を起こすのにさ、何の恩恵も受けないよね毎回。チョコシローだって私たちが有名にしたようなもんだよ。まあね、うん、って思ってるけどね、うん、いつの間にか独り立ちされて、チョコシローサイドは別に私たちのことに見向きもしない。そりゃそうよ、シルバニアの方だって。もしかしたら、でもここまで食べちゃいたいまで書いてるってことは見てるかもしれない。嘘。日本マクドナルドさん、ありがとうございます。私も提供で読ませてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ絶対私揃えます。そう、ちょっとそれをね、揃えた萌さんをね、見たいですね。持ってくるね、ここに、うん、よろしくお願いします。ハッピーセット、マックもね、頼もう、キラピクで。ああ、そういうのもね、いいかも ね、キラピクで頼もう。お腹空く時間だしね。やりましょう、やりましょう、マック企画。一番嬉しい。そんな、萌えさんの得でしかないですね。パンケーキ食べたい。パンケーキ美味しいよね。パンケーキ食べたい。あれ美味しいんだよね。じゃあ続きまして、萌えさんに読んでもらおう。じゃあ、はい、星空のガーディアン皇帝さんからミックマジピキシー。今年度私がペアを組む副担任の先生は26歳の若い女性なのですが、同い年やん。一回り下の女性とどんな話をしたらいいかさっぱり分からず、まだいい関係を築いていません。どうしたら一回り下の女性とうまく話せるのでしょうか。逆の立場のお二人からぜひアドバイスをお願いします。それではまた。そっか、先生だ。一回り下の女たちにメールを送れてる時点で大丈夫じゃね。いや、でもメールを送るのと直接お話しするのでは全然違うわけですね。でもそのなんかこうモチベーションとさ、あのスペックと毎回手紙かける話のネタがある人が困ることってないんじゃないかな。私もそう思うけど、やっぱり面と向かってになると違うんじゃない。いや、まあ番組に送る話のネタの一つじゃない。え、このお悩みが、このお悩みが作られたお悩みだということですか。あ、そう、そういうこと。本当の、ね、悩みじゃなくて。そんなことある。なんか今回書くメールのネタないかな。あ、そういえば、あ、このネタいいなです。
職人や。だって職人さんだもん。そうだね。毎回お世話になってる。メール職人さん私ほんと尊敬するんだよ、ね。アドバイスが欲しいって言ってるよ。ほんと？萌さんと同い年。26歳、女。副社員。シルバニアの話しとこじゃん。シルバニア。あ、そうだよ。マックで今、うん、シルバニア売ってるらしいよ。どう好き、うん、って。怖え、怖い、ダメ、うん、怖い、え、ダメ、だって一回り上の男性から急にその話来るんでしょ。ダメ、あとはもうダイヤモンドパールの話しとけば絶対通じるとりあえずもうダイヤモンドパール、ポッチャマ絶対再ブーム来るよねっていう話で盛り上がれる。怖え、ダメ。まあ確かにその流行りよね。なんで知ってんだろうって思うかもしれないけど、うん、なんか冬ラブとか夏ラブとかの曲の話しとけば、26歳女性だったら。あー、なるほどね、うん、曲の話も盛り上がるかもしれない、ね、世代、世代トーク、だいたい世代だからな、合わせに行ってあげるのがね、うん、やっぱりいいのかな。だから我々が普段話してる内容は大抵26歳女性には伝わると思う。ほう、例えば。まあでも今のダイヤモンドパールもそうだし、シルバニアもそうだし、見てたドラマの話とかね、カリンバとね、カリンバとね通じるね、通じるね、絶対ね、うんうん、うん、ちょっとねいけると思います。試行錯誤しながら頑張ってみてください。まだいけるかな。はい、キラキラネームホリデーメカニックおじさんさんからいただきました。ありがとうございます。ピクシスのお二人、あ、違う、お二人ピクシス。ピクシス？ピクシス。初投稿なので、作法が不安です。合っていますか？大丈夫です。私が言い間違えました。ごめんなさい。いつも楽しく拝聴させてもらっています。ありがとう。以前からメキシコの話なのですが、お一つ思い出したことがあったのでメールさせてもらいました。僕は某自動車メーカー勤務の車屋さんで、あら、数年前に勉強で1年半ほど開発のお手伝いに移動していたことがあり、うんうん、そこでメキシコ出荷専用装備なるものがあって、お国柄を感じたのでご紹介させてもらいます。面白そう。それは音量マックスボタンというもので、どんなものかは読んで字のごとし、愉快、陽気な国、一回押せば問答無用で音量がマックスになるものです。めちゃめちゃ陽気。メキシコの方は気分が乗ってくるとこのボタンを押して道端で踊り出すそうです。楽しい。日本では信じられないことですが、お国柄ですね。あとタコライスやタコスは普通に家で出てましたよ。ちなみに伊藤さんと同い年です。おじさんじゃないや。お、確かにペンネームおじさんだったけど。おじさんじゃないや。陽気、楽しい。そうだね、そんなん確かに日本ではびっくりした。日本でそんなボタンついてたら多分めちゃめちゃ嫌われるよね。ね、苦情がすごいよね。ドライブしてる途中とかに ね、白い目で見られるよ ね、多分ね。おーってなるもんね。でもメキシコで流すとみんな踊り始める。みんなで踊り始めるえー、陽気。なるほど、メキシコいいね。メキシコに行ってみたい。行ってみたいね。行ってみたいよ。まださ、セカシャフェスのさ、あれ使ってないからメキシコ行か。2回分使ってないですか、メキシコ行きましょうよ。2回分でメキシコ行く、行けるんちゃう。あれ2回分、じゃあ1回分だ。あれ1回分か。あ、そっか、この前しほら、あのグランピングしたからだ。そうだそうだ、そう、1回分でメキシコ行かん。貯めてメキシコ行く。次も優勝するじゃん。多分優勝するから、するからいろんな人がピキピキってなったかも、うん、主にアクティブさんがちょっとやってみ、行ってみたい。おもろ、見てみたい。音量マックスボタン、いやー、なんか人生が楽しいですね。いや多分違う、考え方がもう本当に違うだろうね、うん、もうね、すごいポジティブになって帰ってきそうね。日本に楽しそう、いいな、メキシコね。ご飯もやっぱ美味しそうですね。愉快な話題でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでお便りありがとうございました。番組ではこれからも皆さんからのメールをお待ちしております。メールアドレスは pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。ピクシスのキラキラ大作戦、キラピク VR。 ピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実、それがキラピク VR。 レッツ萌えさん移動。ねえねえミック、うん、新田さんからなんだけど、うん、我らがマネージャークミコのモノマネをしてほしいんだって。あー、クミコのモノマネ、うん、結構難しいね。ちょ、いいっすか、ちょっとやってみますね。あー、萌えさん、これ台本っす、これっす。でもちょっと似てんな。あ、やばいっすね、そうなんすか。え、あ、じゃあ元ヤン出てる、元ヤンが出てるよ。レッツミックサイド。
ねえねえ萌えさん、はい、春巻さんからなんだけどね、うん、萌えさんがアイドルがファンを落とすぞっていうレッスンをやってほしいって。やだ。やってほしいって。やだ。アイドルが、うん、落とすぞこのファンを、うん、っていうね。春巻きをこうしてこうこういただきますピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実ねえスイッチ入ってんのここになんかスイッチ入れないでもう2週分の声じゃんゲラスイッチ入ってやめて何もしてないふぅふぅ無理だよ気合が必要だからこれ、うん、ちょっと待っていきますねえ、もうイラくないその深呼吸やめてってなんで毎回撮ってんのこれ別にだって毎回さピクシスピクシスになった気分を味わえる夢の仮想現実それがキラピク VR トヨタ萌と伊藤美久どちらかになって相方に聞きたい質問を大募集たくさんの質問お待ちしています言えたピクシスのキラキラ全員合わせろよ続いてはこちらをお送りしますピクシスの〇〇大作戦毎回一つのテーマを打ち出していくこちらのコーナー〇〇の部分はその都度変わりますということで今回の作戦はこちらピクシスの二択大作戦はい、何も考えずに答えられる二択の質問に回答し二人の答えを見てふんって思ってもらうコーナーですそれではやっていきましょうキラキラネームジョシーナさんからいちごは先端から食べるおはヘタ側から食べるせーの、先端から食べる。おぉ。みんな知らないでしょ。いちごは甘いんだよね。ヘタ側の方が。ヘタ側から食べると、いちご。甘いんだよね。そうなんだよ。知ってる。甘いんだよ。ヘタ側から甘いんだよね。甘いんだよ。そう。そうなの甘いんですそうなの怖い雑学泥棒されたうんちく泥棒されたそうなんですじゃあなんで先端から食べてるのヘタを取るのがめんどくさいからですそれなんだよなこうからこう思ってこういっちゃうんですよね、まあ、確かに、はいはい、続きましてキラキラネームマグさんからですあなたの食べたい酢豚はパイナップルありおはパイナップルなしせーの、パイナップルなし。ずっと許せてないじゃん、私たちこれは。この問題は。全然許せないんですよ。一生許せないと思うよ。サラダにリンゴとか入ってるのもちっと嫌だもん。もう本当にジャガイモの見た目して。ジャガイモの見た目してね。ジャガイモみたいななりしようって。ね、食べてみたらシャキシャキっていう。卑怯なやつよ、あいつは。キラキラネーム、シルバーさん。好きなのは、月、おは星。せーの、月。おまあ星もプラネタリウムとかは好きですけど、まあ、確かになんかこうロマンチックよね、うん、知らないことがねだいたいほらなんか何かが起きるとき満月だから月に行きたいとかあるもんねないけど知らないよね、うん、そうないけど、うん、キラキラネーム新田さんです今日の萌石は放送できるおは放送できないせーの放送できる今日そんなそう今日はねまだこんなんできますよもっと見たことあるでしょでみんな見たことないのかそうかそうかもないんだよカットされてないしカットされてるかそうほぼ言っちゃってるいやもうバレてるんですもんもうほぼねメール来ちゃったりとかしてるからあ本当、うん、そう萌さんのやばいところがもうねなんとなくみんな想像ができて初めてるっていうか本当本当に本当びっくりすると思うねいつもの萌さんを知ってる人からしたらねそう、うん、じゃ次、うん、キラキラネーム山新さんですオセロの駒を選ぶなら白は黒せーの白
やだやだやだ、白がいい、白がいい、私が白、ね、絶対私が白、白が私なの、絶対私が白です。やだ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 、絶対私白、だって私子供の時のあだ名白だったもん。嘘じゃん。白エピソード持ってないでしょ。白エピソードあるよ。何ちっちゃい時下半身白だったの。下半身白だったの、ちっちゃい時。そう、でも下半身白だったか、白だよ、白だったの、うん、でも私は鼻は白だから、でも私が白を開発したから。違う、そもそも、あ、私だよ。私だよ。友近と春菜さんだよ。いや、私だよ。私だよ。私が菅総理に名前を変えた。私が菅総理に言ったんだよ。私が言ったんだよ。私が総理に言ったんだよ。ユニコの時代から私が言ったんだよ。マンモスの時代から言ったんだよ。違う、私だよ。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 思わない。思わないね。誰が知ってんの、このネタ。誰か知っててくれ。このネタをお願いだ。誰か一人に伝わればいいんだ。伝わればいい。キラキラネームあたのさん、カバンの中にお菓子を常備してる、おはしてない。せーの、してない。お、何が入ってんですか。まあ、メンヘラだからラムネ。メンヘラですね。ブドウ糖必要になってるね。糖分ないとイライラしちゃう。糖分ないとやばい、来ていけないから。ちなみにマネージャーさんも持ってますから、メンヘラ。上高橋さん。高橋さんはメンヘラです。高橋さんはメンヘラ。いやでも高橋さんと私はね、気圧に弱くてね、いつも気圧弱い時、高橋さんが持ち歩いてるバファリンに助けられてるもん。同じ日にだからイライラしてる。こっちの日にもなってくるよ。そうなんだ、うん、弱ってるのね。高橋さんと私、機嫌悪い時は大抵気圧が低い。そう、気圧のね。そうそう。私が最悪な。まあ気圧はしょうがないですかね、まあね。そうなんです。はいはいはい。はい、ブドウ糖を取りたくなります。はい。じゃあ続きまして、キラキラネーム、マフィーさんです。罰ゲームで食べるなら、タガメはヘビ。せーの、ヘビ。だってヘビはさ、うん、なんかもう調理しちゃえばお肉じゃん。お肉って言うじゃん、美味しいって言うじゃん、うん、姿焼きでしょ、だってこのヘビは。姿焼きの話。姿焼き、うん、そう、姿焼き。え、だってタガメが姿なんだからさ。そうだよね。ヘビも姿焼きじゃないと平等じゃなくない？え、調理した方だと思って今言いましたけど。でも姿焼きで考えて、まあ姿焼きでも美味しいんだったらヘビかな。怖っ。いや、だって美味しいじゃん。おい、食べたことあります。え、食べたことある人のコメントあれ美味しいんだって。美味しいよ、あれ。美味しい。え、食べたことある人いる。うん、美味しいんだってさ。へー、こうやって食べよ。美味しいって言われてもちょっと嫌だな。ラス1ですもん。えぇ、ラス1ね。ラス1です。ラス1ね。さあ、マリさんのお願いかな。ラス1。ラス1か。どれでしょう。まあね、他でももちろん。まだついてないのでも。そうね。もういっぱい来てますね。ありがとうございます。投稿しております。え、すんね、いっぱいいいのありますけど、これでいっか。キラキラネームムーさん、トークを持ったことはあるはない。せーの、ある。はい。さあ、やめさせてもらおう。はい、この辺で、はい、というわけで以上、ピクシスの二択大作戦でした。ピクシスのキラキラ大作戦。お送りしてきましたピクシスのキラキラ大作戦、エンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。普通お便りもちろん、皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や二択大作戦のどうでもいい二択、キラピク VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。はい、メールアドレスは pixis@secondshot.jp pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。
はい、ここでピクシス情報です。ドラマ CD 響きユーフォニアムフィフスアニバーサリーディスクきらめきパッセージ発売中です。そしてオンラインバースデーイベントのアーカイブが YouTube のピクシスチャンネルにアップされています。よろしくお願いします。はい、私からのお知らせです。伊藤美久 A シングルテレビアニメ戦闘員派遣しますオープニングテーマナンバー6本日発売になりました。ぜひゲットしてください。そしてアナログ版ビームユービバーチェもゲーマーズさん限定で同じく本日発売です。はい、セカンドショットのイベントのお知らせ。セカンドショットナイトガールズパーティー2021コラボレーション5月8日土曜日メルパルクホール東京にて開催されます。昼の部はトライセールのトライアングルハーモニーと我々ピクシーのキラキラ大作戦で、夜の部があいみとはるかの2年 A 組青春アクティブと高港大西の高西屋です。はい、昼夜ともにキャパシティを2分の1にしての集客と配信の両方で開催を予定しております。詳しくは番組ツイッターおよびセカンドショット公式ツイッターでお確かめください。はい、セカンドショット通販ではピクシスのキラキラ大作戦の番組新グッズ T シャツとアクリルキーホルダーの受注予約受付中。予約期限は4月30日あと2日後です。ぜひお買い流しないように。はい、またセカンドショートチャンネルの有料会員になっていただくとこの後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版を楽しみいただけます。どうぞよろしく。はいはい、ちょっとあのキラピク VR でやったクミコのマネージャークミコのモノマネを、でクミコが傷ついた落ち込んでるそうです。どうして、どうでした私のモノマネ。 割と似てたと。いや、どんどんえぐっちゃう。どんどんえぐっちゃうよ。割とね、なんですけど、まあね、そう、あれやっぱデフォルメしないといけないから。そうだよね。はい、久美子は最近眉毛を描くことを覚えたから。ポケモンの技みたいに言うんじゃないですか。眉毛を描くを覚えた。いつもありますから眉毛ちゃんとね。そうそうそう、すごいからね、ちゃんとね、ちゃんと綺麗にされてますからね、常にね。はい、はい、そうです。ほらほらって言って常にちゃんと眉毛はね、ほら綺麗にするから。私たちもそうでしょ、大事だから、ね、眉毛大、女としては眉毛大事です、ね。はい、すごい似てましたよ。はい、それではそろそろお時間です。お相手はトヨタモエと伊藤美久ピクシスでした。またね。センセーション。